ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回はパート89でいただいたコメント、松原さんからのコメントです。原松さんかもしれない、申し訳ない。4年前5年前に発売したゲームと思えないほどムービーが綺麗ですよね。今のと比べても見劣りしないほどに。ムービーの技術の進歩はもう頭打ちってことですかね。とりあえずうっぷ、お疲れ様でした。お疲れ様ですというコメントいただきました。ムービーの技術は多分まだ進歩しそうな気がする。まだまだいきそうな気しますね。うん。てか技術の進歩に頭打ちってなさそうな気がしますわ。電車もどんどん速くなるし、パソコンもどんどんスペックが高くなるし、うん。人間ができることの幅っていうのはもっともっと広がっていくんじゃないかなって自分は思いますね。頭打ちは多分ないと思うんだ。うん。いや、ある分野もあるか、でも。そうですね、ある分野もあるね、確かに。ムービーはどうかな？映像技術って面では、学校とかそういうものがなくならない限りは、一生伸び続けていくんでしょうね。でも本当に技術の発展っていうのは素晴らしいことですよね。うん。豊かになりますもんね、生活がね。逆に、なんていうのかな、生活を一変させてしまう、悪くさせてしまう方の意味で一変させてしまう技術っていうのも存在するかもしれないけれども、やっぱり、感謝ですよね。だってこうやってゲームができるっていう、このプレステ3とかもそうだろうね。技術の発展の上にあるものだからね、本当に嬉しいし、助かりますよね。自分が何か作ろうっていう立場にはとても到底思えないけど、本当にありがたい限りですね、享受させていただきたいですよね、あらゆる技術をね。はい、よし、じゃあ今回はここまで。嘘いや、これからです。帝人タワーに到着しました。はい、最上層です。銀の読めません現象の像とやらに向かっていきたいと思います。こいつらですね。すげえ見た目だな。ぬめぬめしますね。いざバトル。3体います。どう攻めますかねこいつら。多分物理でご両親は無理なんで。バイオガか。1回の攻撃力はさほどじゃないんですね。レプロがバイオガ打ってるけど、これ効いてんのかな。逆にあっちの攻撃がそんなに強くないから、どんどん強化していきましょう。プロテスの後のプロテダがあるから、ね、全くもって上位にかき消されるから、このプロテスの意味。エンサンダっていうパターンか。今度はこれ、ここまで強化するともしかしたら、もしかしますね。もしかしたら、もしかする、ゴリ押しがあるかもしれない。ちょっとやってみますか、ケルベロスで。ドーン。あ、ゴリ押しありますね、これ。これゴリゴリあるな。ケルベロスだから、みんなバラバラに攻撃してるんですけど、このギガゼラチン B 一体倒したらもう勝ち確定だな。頑張れ、ライトさん頑張れ、一人で。頼むぜ。もう一発。もう一発、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 オッケー。勝った。3対2になれば勝ちだ。回復するまでもないな。ケルベロス、いけ。もう押せ。押せ。押せ。あれ、いつの間にか A いなくなってません？蒸発した？蒸発したかな？イェーイ。イェーイ。勝ちました。あ、でも星は3しかもらえなかった。ちゃんとノーマルでやってますよ。ムナール石、ムラール石。そんなに強い相手じゃなかったですね。特に何かがあるわけじゃなかったからな。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。ますます、60終わって61、62があって、 63C くらいで確か終わりだったんで、あら、まあ早いもんで、あと FF の実験もパート4つくらいで終わりになるんですかね。おお、マジか。
じゃあコメントもう一つ読んで鬼短いですが終わりたいと思います。佐久間海知さんかな、読めない。海に地球の地で、海地じゃないし、なんか エリチみたいでしたね。佐久間さんからのコメントです。1コメゲットや、ダルさん FF 頑張ってください。マリオもちゃんと見てますよというコメントいただきました。コメントありがとうございます。1コメおめでとうございます。FF も歴代順マリオも本当、長いことをやらさせていただきましたが、見ていただいて本当ありがとうございます。では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。